はい、始まりましたマイクラジオの時間でございます。どーん、今回もやっていきましょう。私が FB37 です。そしてシーザーサラダキックマックスです。このマットです。エブです。では今回もやっていきましょう。ロザイドン教えてよ。ネビテイケン武器の名前を呼んでしまったね。ロザイドン、僕の顎をそんな疲れさせたいとは思わなかったな。誰なんだよロザイドン。意味がわからないよ。ヨヨ君はどう思うんだい？ロザイドン絡まれた。絡まれた。やべえやつに絡まれた。事故だよ今のは。完全に巻き込み事故。ヨヨ君。いや、あ、別に、いや、いいと思います。何が言いたいなんだい？その喋り方、とてもね、いいと思いますよ。心にもないことを言うんじゃないんだぜ。うわ、見透かされてる。気持ち悪い。うわ、やべえ。今、気持ち悪いって言った。言ってないっす。言ってないっす。言ってはいけないこと言った。言ってないですよ。今言いましたよ、このロザイドの兄貴、今こいつ言いましたよ。どうしますか、ロザイドのさん。気持ち悪いって言われてますよ。それはいいとして。いいんだ。いいんだ。そこはいいんだ。本当にこのやり方で合ってるのか教えてくれよな。ねえねえ、チャージマン。プラットフォームないんかい。チャージマンを呼ぶ声が聞こえたけど一緒に。聞こえたね、今ね。ねえ、チャージマン。どういう状況に追い込まれてんの？まあ、変な骸骨っぽい敵がいつやな、そうやって。あいつがジュラル星人だったかもなぞ。たまによくわかんないときあるからな。たまに？いつもだったか。そういえば。よくわかるときなんてあった？ない。そんなものはない。あ。なったまったー。あ？なったまった？なんでなったまったなんだ？なんでなったまったんだ？何なったまったしてんだよ。なったまった石、ちょっとあれなんじゃない？寝てるんじゃない？な。いやいやいや、寝てはいないんですけど。起きてもいない。なったまったんですか、これは。いや、だって声が寝てるもん、明らかに。そうだね。じゃあ、もう、装備をどんどんなくすからテンションが下がってる、今。かわいそう。ちょっとまず、あいつら危険だから壁作っちゃう。確かに。あいつら容赦なく入り込んでくるからな、この弱った心に。いや、弱った心につけ込むなんて非道だよ、こいつら。呼ばなきゃ。そう。そのせいで、エオエは心が折れてしまった。すぐに呼びましょう。俺の心は仏壇ズタだよ。え？お前の心は仏壇ズタだ。仏壇だったの、お前の心。仏かよ。どこから仏壇が来たんだよ。今言ったよ、俺の心は仏壇自体だ。言ってないっす。でも多分そう願ってんだよね、俺らが。確かに俺は仏壇と共にあってほしいっていう気持ちはある。あー、豚串食いたくなってきた。やばいよそれ。マジ？うん、豚串が食べたいっていうのは病気の前兆としてよく言われてるから。やべえ、病気だった。ネギマ、ネギマ、豚串、牛串を、大きさはまあそうだな、左手、まあ手で人差し指と親指で丸を作ったぐらいの大きさのやつが3つぐらい刺さってる。
あ、ごめん、途中から聞いてなかった、全然。俺の話を聞けよ。あ、すごい説明できる。びっくりするぐらい頭に入ってこなかった、今。うん、今、大きさの話は全く頭に入ってこなかった。うん、なんかだよね。途中で、なんか、よくわからんことになってたね。じゃあ、もうちょっとシンプルに言う。もう、そんな細かい話をしなくていいわ。豚串と牛串とネギマ10本ずつ毎日それだけ食ってたら痩せると思う。死ぬね。大抵死ぬことになるわ。そうか、死ぬね、それはね。死ぬか、単純に、うん、どうせ良くないことが起きる。死ぬか。死因は何になるのかな。栄養失調。あ、栄養失調。そうなりますね。でも死ぬってことは痩せるってことでしょ。まあそういうことだね。でも別に太って死ぬパターンもあるから。まあ確かに。そうだね。何が足りないんだ、栄養的に。まず糖分はないだろ。糖分も別にそんないらないんじゃないの。いや、糖分はさすがにゼロだとやばいんじゃないの。ゼロは教えてくれない。牛と豚とネギマ。うん。食べ続けると、肉だけを食べて人は生き続けることができるか。おお、それはちょっと参考の文献になるね。そうだね。参考文献だ。参考になるかな。牛肉だけ食べ続けて生きてられるなら、だってね、ネギマにはネギも含まれてるから。バランスがちょっと、はい、そこで糖分取れるかもしれない。そうだな。ネギには少しぐらい入ってるだろう。ちょっとだけ入ってる。甘みが。肉中心の生活を送るらしいけど、マサイとか牛乳と肉に偏った食事を行っていますが、一般的に血中コレステロールは低く、心臓病を患う人も少ない。ああ、でもマサイ族は多分なんか食ってると思うよ、他にも。マサイ族と俺ら一緒にすんなよ。言うてもなんかかんか食べてると思うな。例えば牛肉には食物繊維が入っていません。食物繊維がないと大腸がんや糖尿病などの特定の種類のがんのリスクが高くなります。ああ、そうなんだ。食物繊維ってやっぱ重要なんだな。じゃあそこはやっぱネギでカバーするしかない。ネギマですか。必要な栄養すべてを摂取できる食べ物は存在しないから、やっぱり。まあそもそもやっぱ同じもんだけ食い続けて生きれるかっていう話に無理があるんだけど、牛と豚とネギがあるから。そうだ。3種類あればな。それだけあればまあな、うん、死にはしないかも。ショートケーキだけ食うよりは全然生き延びれるだろ。そうだね。ショートケーキは死ぬね。ショートケーキしかない状況だったらかなりの栄養になる気がするけどね。ネギは健康に役立つ効果がたっぷり。おお。栄養を効率的に取るポイントも。ああ、だからそうやったら、もういっそ、もう、肉は全部外してネギだけ食えばいいんだ。そうだね。高血圧の予防につながるから、牛脂と豚串で取った、その塩分っていうかあれを。ね、高血圧の元をネギが取ってくれる。ナトリウムを排出しやすくなるから。あ、これワンチャンいけるな。どうキック。いけるな。ネギってすげえな。しかも免疫を活性化して免疫力を高めるって。強い。しかも食べたものを効率よくエネルギーにしてくれる。最強。ビタミン B1 の吸収をサポートします。サポート力も抜群。さらに肌荒れも予防して健やかな肌を作る。これは美容もがっつり。これキックン、やっぱキックンのダークウェーブでやるべきじゃない。ダークウェーブじゃねえ。ダークウェーブ。ダークウェーブ。ダークウェーブじゃねえ。やべ、個人情報売買されてそう。キックキックンバップラッ。無言で水に入った。下は洪水、上は地獄、なんだ。
水が消えただろ。やめろや。でもさ、水ってさ、ああ水飲んでも中毒死するんでしょ。死ぬんじゃない、うん、水毒。水って 6.5 リットルで死ぬんだっけ。ああ、1日そんなもんで死ぬ。水。確かそんなぐらいだった気がする。致死量。でも大食いの人が7キロぐらい飲んでたよ、確か。水分。そうなの？うん。うん、なんかそうだね。水の飲む大会で確か亡くなってた人いたね。ああ、そうなんだ。それもうやっぱ水飲みすぎて嫌だったとか。14リットル水分を摂取した男性が死亡した事例が確認されています。14リットル。すごい。14キロだぞ。何食っても14キロ分食ったら死ぬだろ。そうだね。水分を大量に摂取すると血中のナトリウム濃度が低下して低ナトリウム血症という状態に陥ってしまい、場合によっては命の危険にさらされます。だって。なるほど。14キロってだってエオエオの体重ぐらいあるよ。そうだね。軽いカルちゃんランドセル。今キックもつられて言おうとしたら今ラッて言ってラッて言ってそれだって軽いって言ったら次軽いカルちゃんランドセルに決まってる。それも仕方ないね。そういうことか。DNA に刻まれてるから。今の子供ってランドセル背負ってんの？背負ってるでしょ。ランドセル何年生まで使ってた？小学校は全部俺ランドセルちゃんと使ってたよ。俺も使ってたね。ああ、でもどうだったっけ？なんか、カバンにしてたような気もするけど覚えてねえな。今のランドセルは進化してるから。そう、かっこいいんだぞ、竜騎士とか。ドラグーンランドセル。ドラグーンランドセル、やば。何それ。君は竜騎士。ランドセル、20万するなるぞ。まあ、ランドセルも高いでしょ。ああるある。結構高いね。そんな驚くことない。まあ、20万はまあ高いかもしんないけど。ミッキーハウスのあのランドセル、22万だ。全然そんな驚くほどのじゃないね。まあブランドランドセルみたいな話だ。ブランドランドセルってなんかちょっとウケる。ブランド結構いい革使ってんですかね。でもこれすごいわ。なんかやっぱ見た目半端じゃない。なんかブランドセルを超えてる。どんな見た目してんの？いやなんかシンプルなんだけど、これいいランドセルだなってすぐわかる。ランドセルの見た目でそんないいランドセルだなってなる。ランドセルの人気ランキング。強さランキング？すごい、ナイキからもランドセル出てんだね。マジで知らなかった。あった、強さランキング。うわ、やっぱそうだ。男の子人気ランキング、モデルロイヤルドラグーンだ。ああ、ほら。モデルロイヤルクリスタルだ。そうだからドラグーンとそれ系って人気あるんだ。ドラグーンとクリスタルが突出してるんじゃない？やっぱ。そんなのあんの？いやあるある。セイバンってすげえんだな。値段も5万ぐらいじゃなかった確か。ドラグーンは。2位はフィットちゃんだから。フィットちゃん？ 5 万ぐらいならまだ考えれるというか。高級ランドセル。ペローニ17万2800円。ラルフローレンのランドセル高いよね。それ高いわな。12万のやつでしょ。いや21万。高え高え。何これ。パルタカナヤギプラチナランドセル1000万。どういうことこれ。プラチナなんじゃない今の子供は。やべえ、なんだこれ。レクサスのランドセルあった。マジかよ。レクサスって意外とあの船とかも出してる。船出してるね。まあ、レクサスの船いくらでしょうか。俺は見たことあるから。1000万。はい、1000万。アロマ。実際に乗った。え？
マジ？展示会みたいなやつ。すげえこいつアクティバーだな。アクティバー石井なんだけど。石井なんだけどマジで。すげえやつがいたもんだなこいつ。えおよ。じゃあ3人知ってますんで教えてあげます。4億です。だってすごいもん。そんなラグジュアリーだもん。そうそう、めちゃくちゃでかいわけじゃないんだけど、いや大きい大きいけども、まあ個人所有が多分できるぐらいの限界の大きさなのかな。そんなことは、まあでかいはでかいけども、でも本当に部屋とか4つぐらいあって、それ全部がもうラグジュアリーなんだよね。俺が1兆ぐらい持ってたら買うわ。1兆持ってたら買ってもいいんじゃない。そりゃそうだわ。1兆あったらもう毎日使わなきゃ。買っては海に沈める。海の木図となあれ。資源の無駄遣いです。いや4億の船持ってところでさ、それだけが費用じゃないからな。そうだね。まあね、普通にあのサイズの維持費かかるかな。維持費だったら年間1000万ぐらいかかるんじゃないかな。高。まず海行かねえからな、そんな。普通のね、ちっちゃなってあれだけど、まあ8人乗りの普通サイズの船とかでも多分都内だったらね、あの年間の維持費で多分100万ぐらいかかっちゃうんだよね。そう。ああ、これはすごいね。すごいよね。もうこれ釣りとか行けないよ。いや、でもラグジュアリーな釣りができるよ。パーティー楽しむやつでしょ、これ。あ、そうだね。これ完全にパーティーだね。やらかすね。ハーフパンツとポロシャツとサングラスかけたら。そうそうそう。やるね。これで釣りするようなやつはちょっとやばい。釣りはしないね、そういうやつら。取引しかしないね。取引だね。うん。戦場で取引するね、これは。うん。で、その後一人少なくなってるね、帰ってくる頃には。ああ、事件起きちゃってる。怖いな。MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。ありがとうございます。 MSS プロジェクトはですね、YouTube そしてニコニコ動画にチャンネルを持ってますので、ぜひご登録の方をお願いいたします。ですね、登録ボタンの方ですね、こちらとか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 ですね、あと下の概要欄にもですね、登録ボタンがございますので、ぜひご登録の方をお願いいたします。ちょっと寒い今日は。こいつやってもわかんねえ。寒い。暑い。